昨日はですね、あれなんですよ、お呼ばれしていたクリスマスパーティーにね、顔出しまして、星町家の毎年恒例クリスマスパーティーをね、ちょっと元気なかったんだけど、昨日はぶっちゃけ昨日はね、マジで元気がなくて、もうズビズビだし、はぁみたいな感じだったんですけど、正直まあ面言ね、面言の投稿見た人はね、ちょっとわかるかもしれないんですけど、まあちょっと昨日元気なかったんですよ。でもなと思って、なんかね、みこ見たんだよ、その元気ない時にどうすればいいのかなって思っていろいろ見たんですけど、そういう時ってね、みんなどうしてる？なんか、あーどうもならないなみたいなさ、あーって思ってる時って何も行動してねえから、まあ、ちょっとうつうつとなるらしいんですね。なんか何かもうジョギングでも何かすれば、あんなことこんなことなったら不安だな、うんぬんだなっていうのはね、考えなくなるんだって、必然と人間は脳科学的に。だから不安に陥ってたりとか、ちょっとうつうつとしてしまうのは行動してないからだっていうのをね見まして、まあ確かね、それはそうみたいな、それは確かにそうだなと思って、まあ、今どうこうしてもしょうがないなということで、まあ、行動に至ったわけですけど、そしたらね、結果ね、すごいね、楽になりましたすごいね、元気をもらいましたね。どうもありがとう。いやー、ということでね、まあ、行ってきたんですよ。母町の料理美味しかった。めっちゃ美味しかったよ。めっちゃ美味しかったけど、今回も相変わらずすごい量で、もうこれは、ビュッフェなのかと、ホテルの。ホテルのなんかビュッフェとかにあるさ、ちょっと小分けになんかさ、なんかあって、なんていうの？食べ物を常温にしておく機械みたいな。あれに入ってました今年から導入したんだよって言って、すごいなと思って、本格的だった。マジで。買ったって言ってた。あ、本当に？みこすごいね、母町を作るカルボナーラが、もうめちゃくちゃ好きね。めちゃくちゃね、持って帰りましたね。もうみんな、一斉にこう持って帰って、今も冷蔵庫にある。今日の朝も食べましたね。すごいんだよ、マジで。もうちゃんと持っててねって。持って帰ってよねって言われて。持って帰るよー。もうタメ語。もうタメ語。でもね、母町すごい安心するんだよな。やっぱ人のなんかこう、お母さんっていいよね。人のお母さんってなんかいいよね。ねえ。持って帰るんだよー。ちゃんと持って帰ってねーって。みかんもあるよ。みかんもあるんだから。食べな。はい。食べます。スイちゃんとは敬語なの。あ、そうです。そう、スイさんとは敬語。もちろんね、ビジネスだから。今年もクリスマスパーティーありがとうございます。あ、ありがとうございます。今年も、いただきます。あ、どうぞ。いただいてください。こんな感じだったね。みことスイちゃんは。そう。いや、マジでね、楽しかったよ。そう、いろんなメンバーが来てて、まあ、アクタンとかトワ様とか、スバちゃんとかもいたんだけど、マジでさ、もう量が食い切れねえっていう感じで、やばいよ、もう、なんか何人かまた増やさないといけねえっつってね、結構手当たり次第連絡してましたね、スイちゃんが。アクタン、どうだったん？アクタンがサラダをよそってる時に、ミコもそのサラダ待ってたの。早くよそわないかなーみたいな感じ見てて、すごいなんか丁寧にアクタンはね、よそう派なのよ、ビュッフェで。で、よそい終わって、あ、ありがとうねーって言って、なんかよそうハサミあるやん。こうね、頑張ってさ、ミコもさ、サラダをね、もりもりと持っていたわけ。そして、あ、エビ食べたい。エビ取ってー。エビ？エビ？エビあんの？エビ？どこ？ここ。ほんとにね、サラダの中にもうそれしかなかったんじゃないかってレベルでちょこっとね、エビがあって、それを発見したらしく、エビ食べたい。いいよ、エビ食べな。こんな感じでしたね。でもなんか、アクタンはすごいなんかリラックスしてたよ。なんか、スタテンながらかわからんけど、なんかね、
床にちょっとゴロンとしてみてて、え、すごいリラックスしてるじゃんって言ったら、うん、初めてした初めてしたんだ、そうなんだって可愛かった、可愛ちかったね。あとなんかクリスマスツリーが飾ってあって、そこになんかミコ、いつだっけな、なんかいつかになんかミコのぬいぐるみをプレゼントしたの、ミコのミコフレンズ、それをあの姉町が飾ってたクリスマスツリーにクリスマスツリーに餅水とかフレ水とかあって、ミコフレミコもいた、オーナメントになってた、なんかぬいぐるみが。え、でもクリスマスツリーってやっぱいいなって思ったよ。なんかほんとミコはさ全然飾ってなくてさ、ちょうどお土産でね、あのオーナメント買ってたの、カリフォルニアで、なんかそれプレゼントしたりとか、プレゼント交換したりとかした、楽しかった、めっちゃへへ、ははは、という感じだった。